どうも、たまごさんとカッチです。ゆうです。じゃあこんなに買ってどうするのこれ。これは思ったんだけど、甘いのとしょっぱいの半々であるから、この全部合わせて1個に固めたら、もうどっちの味が残るかやってみたー。適当じゃない？まあ、全部混ぜたら何味になるのかって話だよね。そういうこと。なんかね、ホームページにはね、このプチのLINE スタンプとか LINE 絵文字があるよって。はい、ポテト。買うやついる？なんか俺いまだにさ、 LINE 送られてきた時、こいつが送られてきたこと多分一度もない。でも可愛かったよ。うん、もうちょい今日どんのこいつら、24種類もいるんだよ。どうかと思っちゃった。 LINE のスタンプってその人の個性出るよね。こういう絵文字あるじゃん。これハートがこのここに出て定番だと、あれ送るやつキモい認定 100% らしい。確かにあんまり使ってる人見たことない。5年前とか使いまくってさ、あれにこれにびっくりマークつけて、キモい認定だね。俺キモい認定5年前キモい認定100だ。カッチキモい認定ってことで混ぜます。混ぜます。企画なんだっけ？全部混ぜたら何が強いかっていう。分かってるよ、そのぐらい。プチのこのプチのクマ同士が対戦しちゃう。ああ、そういうことね。バチバチのクマね。そう。何で混ぜる？ラーメン屋でよく使ってた処刑場のフードプロセッサー。持ったの。このさ、ビスケットはさ、この厚さなわけじゃん。エビせんさんってなるとさ、このハンデがあるわけよ。これは合わせる？これ合わせた方がいいな。3枚早送りゾーン。じゃあ処刑場のスイッチをしっかり押してね。うわー、回れ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 回って回って回って回る。とかが勝っちゃってんのかな。ちょっと香り甘い優勢の可能性があるの。甘い優勢？甘い優勢ってさ、優勢って歌あるんだよ。そうだからさ、甘い優勢になるとさ、あん時はさこうやってやるんさでも甘いってことさ盆踊りじゃん。ゆるいランニングマンが出ちゃうね。散歩マンじゃん。意味は分かれん。混ぜた結果見えるかな。香りもビスケットが強いのよ。なんて言えばいいんだろう。いい意味で甘じょっぱくて、ポップコーンのディズニーにあるストロベリーポップコーンとかチョコレートポップコーンとか、そんな感じ。あれもトウモロコシにさ、甘いのを絡めてるじゃん。そんな感じ。ポップコーンの味がして美味しい。多分これ1個ずつ食べるより、これで固めた商品売れそう。食べて早く。ありよりのあり。これディズニーの商品出した方がいい。そう、なんかいちごビスケット系が1個しかないのに、結構いちごの風味が勝ってんのよ。カッチの食レポの真似いきます。うまい。なんかあれうまいって感じ。一番食レポができない人間だよね。いきなり起承転結のケツから入るうまい。いいよね、表現豊かなんでね。それもう素直にね。そう、うめえかまじいかの勝負。そういう方がいいと思う。またなんか混ぜるから見てくれよな。